モニタリングをね、しようかと思っているわけなんですけど、助走にハマって、いや、変じゃないけど、大賛成とは言えない。We are Team 48のエンです、イェイ。というわけで、今回一人ではないんですよ。ね、はいでーす。はーい。どうも、タロコちゃんでーす。そう、実はタロコちゃんになってもらってね、はい、今からモニタリング、そうね、モニタリングをね、しようかと思っているわけなんですけど、今回のモニタリングが、もしも、俺、タロー社長が、助走にハマって、助走して、ミーティングとか、そう、撮影に来たら、一体みんなはどういう反応をするのか、僕の助走姿を受け入れてくれるのかどうか、検証していきたいと思います。はい、今回ね、仕掛け人が、一応、この内容を知ってるのが、こたつも知っていて、まあこう、うまく合わせてくれるってことなんですけども、メインはね、僕たち2人で仕掛けていきたいと思います。可愛いです、ありがとうございます。エンちゃんにね、可愛くしてもらいました。でも、一つだけ言うんですけど、僕は彼女がいます。はい、でも可愛いです、ありがとうございます、彼女がいて、ね、男の姿がちゃんとね、メインっていう、別にこれメインじゃないから、じゃあ違うね、どういうこと。じゃあもう早速やっていこうか。はい、はい、せーの、レイゴー。ダンボ怖い、怖い、おもろいじゃん。おはようございます。おはようございます。おはよう、おはよう、おはよう、よかったよ。ごめんなさい、遅れちゃって、ごめんなさい、ごめんなさい、遅れちゃって、嘘、ちょっと思ってる準備ってなんかめっちゃ怖いよ。ほんま、そう、めっちゃ怖いよ。あ、ちょっと思ってる準備したら、ちなみに僕のチャンピオンカブタンは怖い、チューしてくれません。そうか、足女の子のやつ、ちょっと思ったよりちょっと選ぶのに悩んじゃって、なんか自分でメイクするのが大変だったから。ペコちゃん合わせんよ、自分でメイク、ちょ、自分で10年生かわいい、楽しそう。え、10年生か、自分でメイクはさ、あれだ、やっぱちょっとそっち側にちょっと、そう、なんかそっち側ってこっちの方が似合うかなみたいな問われてる。ちなみに性格も逆な。そしたらラーメン始める前に、はい、ちょっとだけ学校あるあるのやつを勧めたくて、昨日と MC 話さんが手紙交換してきました。うわー、あるある、なんかそんな感じ、そんな感じ、意外とね、意外と恋愛系とかないのか、なんか恋愛系だ、隠れて手伝われるなんか、ガラガラそれが一回言わんもんね、最初裏で告白してるところに興奮してるなとか、あーよく、まあ、パーティー裏で中とかありじゃない、あ、そういうね、そうなんかドラマとかであるのは教託の下に隠れてキスみたいな、やりたい、パーティーの下に見てもらう、私それなんだよね、なんかでも俺が男とキスするのは多分問題ないと思う。うん。俺はその女の子とは逆にキスできないけど、あ、もう男、今回そうなんですよ。今回女装、俺今回女装参戦なんで。恋愛系を考えてる。ああ。え、いや、可愛い女の子や。できる。あんまり状況が理解できてない。何からそれできた。え、なんか似合ってたからいけるかなと思って、なんかこれで来た。え、じゃあね、今日これ今回これそれでいくの、あるある、あるあるはもうなんか元々女子の制服で来るみたいな、とか元々女子の制服があったから、これは男性じゃん、からそのこれはまたその制服に行けたらって感じ。ロシアのラーメンもそう思う、ロシアのラーメンだから、そうね、朝時間ある時とか基本的にもうこれで行こうかなと。ロシアラーメンはこれで行く、行きたい、それで行くわ、ええの、全然関係ないけど、まあなんか普通になんか、え、こっちの方が良くないでしょ、え、こっちの方が良くない、話すから買ってください、ね、なんでえ、ほんまにめっちゃ怖い、やばいでしょ、ボッピーよ。え、ドッキリちゃう、ドッキリちゃう、え、正面やん、なんか、いや、変じゃないけど、うん、変じゃないけど、よくない、見てないけど、もう一回リアの顔やばい、眠いだけじゃん、
社長がそのキャラを定着するまでになんか趣旨ぶれそうじゃないですか、動画の。なんかもう、タオル社どうしたとか。あ、じゃあ、そう、だそういう風な流れはちゃんと口で言うつもり。気がそうなんすか。自分でちゃんがダンスキャラでかっこいいキャラで言ってるんだったら、まあいける、いいんじゃないの。自分でメイクしてるんですよ。すごい。よろしくない。よろしくない。何で分かるの？見てたんだ。かわいいのかわいい。かわいいのかわいい。で、これからそれでいくんですか？毎朝ですか？毎朝、あの、早く撮れたときは、なんか、メイクは、その、なんだろう。基本的にこれ以上は、なんか、その、自分でできないから、その、えんちゃんとかにやってもらおうと思ってるけど、早く朝起きるときは、ちょっとやっていこうかなと。ちなみに今日、服装チャンピオン顔してたんじゃないですか。で、なんか、あり合わせの服で一番女の子っぽい服なんですよ。でも可愛い。ほんまに可愛い。ほんまにえんちゃんと同じ様子。でもほんまに普通に可愛い。今日のラーメンもそれで、今回のお茶ラーメンはこれでいくつもり。まあ、だって今のところだよな。最初のコースローリーも可愛かったし、JK も可愛かったし、ディミー、ダンスをしている女がこんな笑っとるんやろ。え、似合ってない？いや、似合ってるな。可愛い。可愛いよ。可愛いよ。可愛いじゃん。どうしてるの？どうしてたか。あ、そっか。あ、かわいい。あ、俺、帽子取ってきた。ちっちゃ。ちっちゃ。気分によって。そう。あの、男の日もちゃんとあるっちゃあるけど。うん。いいけど、その、まあ、やっぱり女の子目の方が、みたいな。うん。あ、一応 LINE はしたんだけど、ね、したんだけど。一応、じゃあ、じゃあ、戻す。そう。あ、もう格好でいいかみたいな。これ聞いてる。聞いてる。うん。先言えよ。いや、だまあ、なんか、ちょっと、恥ずかしい、ね、今も、はい、なんか、ちょっと恥ずかしかった、みたいな、いうのは。あれ？そういうとこ、めっちゃいいとこに行ってる。こんなとこに行ってるっていうか、女の子のキャラを定着させる。ああ、はい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 。男は男やけど、女の子キャラクターを、たまにする可能性はある。お父ちゃんみたいな。そうだ、うちらのメンバーで男子女子ですね。家帰っちゃって、ちゃんと。そうだ、近くに。まあでも、比較によっては、割合は良くない。まあそう、今回取れる。どうしても男子が出てしまう。キスシーンとかだったら、だって2人ができるわけだ。その、俺と。ああ、そう。バカは分からないからきついかもしれない。あまりだと俺が今回普通にキスできる。ドキドキ、喜んで読むのにドキドキしちゃうの。ファーストキス。ツルキス。こっちゃな。セカンドキス俺になるっていう。おこっちゃの楽しみだよ、これ。もう自分ではいいな。あいつ違うまくあんまりいかなかったとか、他はうまくいたから、そのアミカのメイクのやり方がすごくて、めっちゃ色じゃん。教えてあげたいけど、いつも楽しんでる。てかもう、顔ちっちゃすぎます。そんな言わなくてもよくない？そんなの、そう、俺、ちょっと、トイレ行って、トイレ行って。自分に近づいてるのこれ。どこ見つけるのとかじゃなくて、もうタブシャはタブシャでいてくれよって気持ち。これはブレブレですよね。ブレですよね。イベントの時もあれできたらやばいよね。大変だ。なんかこの子の性格は変わらないし、なんかその新しいキャラとしていいと思うけど、私もどちらかというと、まあ、何かにするのやばいんちゃうと思う。男子からして嫌じゃない、うん、ただあの状態でしまって、よっきに。バチッ！すげえ。おい、おい、いけない。誰やろ？もう考えて。おもろいけど。言わんのちゃうかな。ちょっと聞いたいと思う。そう、なんか、今日も違うから。たぶんしゃ、毎回女装したら、ちょっと面白い。そう。女の子しぐさ。しぐさ、おしゃべり方もちょっと女の子なんだよ。俺楽しみにサブちゃんのこと聞かれる。いつも通りの撮影がちょっと変になっちゃった。じゃあね、今日はね、何々をしていくと思いますが、
メニューしていくと思うんですけど、めっちゃ嫌、めっちゃ嫌。この動画いいと思ったらチャンネル登録なるいや、じゃああそこら辺音ちゃうから、あ、そうか音じゃん、変わるよ、ね、タムシャは、よろしく、あ、そうか、1かワンでな、え、そう、で、それは手元でしょ、え、別に中身は変わるよ、っていうのをたまにはしたいってことやな、まあ、言ってたよ、なんか朝時間あったらあれで行こうとか笑われてる、別にあのキャラでしょ、時間あったらって、間に合ってないし、そう、遅刻したのなんて今日1日とりあえずこの格好で撮ってみますか、多分、こんだけ楽しみに言っても多分今日は帰らないと思うんで、携帯で置いてもそれ携帯消えた、何かにするのやったらちゃんと言うんですけど、別に反対するつもりはないし、で好きな格好するのがいいし、まあそこで出てくるのが楽しそうやなと思ってやっちゃう、動かないキャラの役割分なんだらちょっと変わってくるかもしれないけど、まあそれでどうすればいいですね、ここはちょっといきなりはびっくりしたけど、どうやって掴んでったら、女子からしたらどっちでもやっぱいつも変わらないけどな、いつも変わらないけど、慣れたら変わると、インチャネキングでも楽しいと思う、結局だって私もなりたい、私らになってやってるわけやし、そこに電車かわいそうやん、みんな髪の毛ピンクにするのと一緒、そういうことさ、お父さんが楽しそうと思ったわけ、一番分かってるみたいな、楽しさが金髪にするより確かに金髪にしてきてもびっくりする、それがあんまり飛べへん言うて、金髪にしても同じぐらいびっくりするかな想像はできにくい、金髪も楽しみ、納得できにくいな、俺はいつもやっぱ楽しみが好きなんで、まあ、たまに見るから、あ、かわいいってなるんですよ、だから川崎ておかわいい、うん、覗いてるタコちゃん、そう、そんなダメかな、そんなダメダメなの、何めっちゃ入りにくい話してるんだよ、そんなに話す、え、そう、めっちゃ戻りにくい感じだったんだけどえ、み、そんな楽しかったやろ、兄ちゃん、アニメしてみたいし、一回あれ書いてみません、あのエンディング書いてみます、書いてみよう、挨拶かな、挨拶、その心配じゃない、挨拶の、うん、その流れみたいな、そう、 We are Team 48 太郎です、普通にこんな感じで行こうと思ってる、変わらずしか進行とかもする、でもなんかその女の子の名前の時はちょっと名前も変えたいなとかちょっと思ったりしてる、てか太郎子とかじゃなくてもうちょっと女の子っぽい名前で、みさき、そう、おー、におさっきとかにして、えダメ、俺こっちもめっちゃ好きやね、かわいい、めっちゃかわいい、みんな的にはダメだと、ダメとは言ってない、女子会したくなる、もうめっちゃいいとこに入れられます、めっちゃ今日のクラスアルだってとかも、クラスアルはもう100点でしょ、でロシアンラーメンはもうおじゃおじゃやだって、え、集約とかもこれで普通にできんねんで、そんなんもあまりだとドキドキしちゃうだけですよ、なんで俺はそういうパターンなんだよ、ここまで可愛かったらここまで気持ちを持たんねん、確かに、うん、あまりだとできるよな、そのなんでノリノリだったか、いくらこんな可愛くても楽しゃって分かっちゃうから、ちょっと泣くそうやけど楽しゃう、普段の楽しゃって言うところ違う、あーそこ違うの、そこ違うの、めっちゃうまいけど、顔だけ、顔だけしようか、ちょっと顔すぎて、めっちゃ疲れます、そこはな、女子でみんなで教えてあげる、そうそう、勉強したらやるのね、まあ、やめよ、女子は全然、じゃあ OK ってこと、そうなりたい自分になったらってタイプだから、めっちゃ塗り通りうまい、あまりざま全然 OK、まあ、お前、僕の意見は嘘は強くないですけど、いつもの楽しみでいてほしいけど、それがいいのやったら僕は全然反対はしないです、バカは僕は頼むときとかになんかわざわざなんか緊張しちゃう、多分慣れるまでね、緊張しちゃうってこと、そうなんて言うんですかね、あれ言うな、あのしゃー絶対なるんですよいいよ
だってリーダーが俺はこの格好で行きたいって言ったらみんなどうします？まあ、前の女装のこっちゃんが俺これにこれからこうやって住んでいきたい。でも俺それならそれでいいと思う。やりたいんやったらそれでこれってフリーだよ。そこまで言う？いいと思う。いいと思う。いいんだよな。無理で言うてるけど。あの俺がこの格好でこれから撮影をしていくってのは全然大丈夫。もう今日一日それして僕は水曜日のミーティング今日で話したいですから。ああ確かに確かに確かに。ミーティングでは全部ちゃんと話すけど。わかりました。それなら、まあ、今日一日だけなら、まあ、何その一日だけってさ他の日はダメとか。だからそのミーティングで決めたいんですよ。他になんか俺のこの格好がダメって言うんだったら、みんながダメって言うんだったら、俺もこの格好しないだけ。なんかそれも違う気がする。なんか。そしたら俺が我慢できるんだけど。そこにはしたかった。うん。まあ確かにそうです。それはそれは、おとちゃんのダンスライドと一緒ですかね。好きでその格好をしてるでしょ？そう。だから私は。そうね。それはいつもそう。こういうのって抑えきれるものいいから。まあ。そうですね。じゃあ若葉とあまり聞きたいねんけど、タロウの男の姿が好きって言ってるやん。どこが好きかカメラに向かってどうぞ。タラあっちだよ。どこにあるどこにあるポケットの前見てみ。お前タロウさん見てたはい。はい。ナーシ。はい。ロトク。お、ほんまや。うわー。あ、違うだわ。カメラに向かって。お前、一つ気回したのかも。もういて。やだー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 。やだすぎるんだよ。今すぐメイン戻してきなさい。ロシアンラーメンの企画なんかねえし。ねえよ。え、なんだろう。ない。なんだ、食べなかったー。こうカメラのセッティングしたもん。おあ朝早くメイクして、実はもう7時ぐらいにこう来ても、朝メイクして、みんながこう来てる間に、11時半まで外で、こうやって寒いなって、寒いと思ったら管理人さんに、おはようございますって言って、声出したらバレると思って。俺ら今回のモニタリングは、もしも俺が助走して、そう、ちょっとハマった素振りを見せたら、みんなを受け入れてくれるのかどうかっていう。であらかじめこたつの人にはこたつにはちょっと否定派でいてとえっちゃんには賛成派でいてっていうことでちょっとみんなにね受けさせていただきました。ちなみにこっちゃんリアルに言われたらどうします？いいと思う。こっちゃん俺の女この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。